これはカンメル遺跡といって西アジアとインダス文明を結んだ港町と考えるものでありますこの頃はインダス文明が栄えていた頃西アジアから来る船がこの遺跡のそばに船付けできたであろうということを示しておりますしかし今から4000年ほど前の地球の寒冷期になるとこの海は閉鎖されて港が使えなくなったというふうに考えております まあそれらのこともこのインダス文明の推移に影響を及ぼしたと考えられます今から4000年前大変大きな変動期であったと考えられますがインダス文明もその頃を境として大変衰退をして都市文明から村落の文化に変わっていったことが知られておりますこのように GIS を使って復元したカンメル遺跡の中心地区なのですが本当に正しい正方形に作っている まあそういうふうな独特の文化が中国の四角い都市が出現する以前に南アジアに成立していくことになりますこの都市も今から4000年前の境にして衰退をしていくことになります